ソフィオ・クサネンは、フィンランドの現代作家。ユバスキュラで生まれた。父親は、フィンランド人で、母親は、エストニア人である。現在までのところ、彼女は一つの国際的ベストセラーを含む4作の、小説と1作の戯曲を発表し、これらの活動によっていくつかの賞を獲得している。1977年、フィンランド中部に位置するユバスキュラで生まれ育った。 父親はフィンランドの電気技師で、母親はエストニアの技術者で、ソビート連邦時代のエストニアで育ち、1970年代にフィンランドに移住してきた。オクサネンはユバスキュラ大学とヘルシンキ大学で文学を学び、後に結局はヘルシンキにあるフィンランドシアターアカデミーで学んだ。オクサネンは積極的にフィンランドの公開討論に参加したり、 現在起きている問題を彼女のコラムや様々なトークショーでコメントしている。彼女は自己認知した両性愛者で接触障害に苦しんだ。2009年にバルト三国とロシアの LGBT の人々を代表してヘルシンキプライドの主催者から自身の行動主義に対して賞を受け取った。奥さ年が最初によく知られるようになったのは小説ストリニン・レイマットである。 この作品は若い少女の接触障害とフィンランドへ移住してきたエストニア人の女のイメージを書いたもので、この本はリューネベリ賞にノミネートされた。2年後の2005年2番目の小説ベビー・ジェーンを発表。この本は不安障害とレズビアンのカップルの暴力とが書かれている。奥さ年の最初のオリジナルの戯曲、粛清は2007年に フィンランド国立劇場で上演された。儀曲から第3の小説パーダスタス生み出された。同作は出版されるとフィンランドのフィクションのベストセラーリストに一番にランクされフィンランドや国外でも多くの賞を受賞した。マーカス・セリンのプロデュースにより2012年に映画化された。儀曲粛清のアメリカでの初演はニューヨークにある ラママエクスペリメンタルシアタークラブで2011年2月10日に行われた。テキストはエヴァ・バックボルドによって翻訳され、ジシャン・ユガールーの指揮の下作られた。2011年10月よりこの儀曲は実質的にオスロ、パリ、リスボン、マドリード、ストックホルム、ユバスキラ、リトアニア、ドイツそしてハンガリーなど11の国で制作された。ロンドンでの初演は ザー・アーコラ・シアターで2月22日から3月24日まで行われ、エルニバ・フィールドの式の下、新しく作られた。2012年に、オクサネンは、ナショナルオーディオビジュアルアーカイブのニーロ・コールジアナンが描いたソビエト強制労働収容所の地図を出版した。彼女の4番目の小説、訓戒期セット買ったは、フィンランドで2012年8月31日に、 出版された。フィンランドにおいて、オクサネンは、誉れ高いフィンランディア文学賞、リューネベリ賞、祝聖で、北欧理事会文学賞を受賞した。海外では、その、祝聖は、フランスのフナック賞を2010年に獲得し、フランスの批評家の肯定的な批評に囲まれて、フランスで300作品出版されたものの中から、選ばれた。外国人がこの賞を受賞したのは、 初めてだった。粛星はフェミナ賞外国小説賞をフィンランドの作品の中で最初に受賞した。そして北欧理事会文学賞をフィンランド人の女性で初めて受賞した。2009年、エストニア最大の日刊誌ポスタイミスは編集長のメリット・コープリーによると満場一致の採決でソフィオ・クサネンをパーソン・オブ・ザ・イヤーに指名した。2010年に エストニアの大統領、トーマス・イルベスは、ソフィオクサネンにテラ・マリアナ十字勲章第4位を、授けた。2012年11月には、フィンランド大統領、サウリ・ニーニストは、ソフィオクサネンに、フィンランド自主勲章プロ・フィンランディアメダルを授与した。2013年には、スウェーデン・アカデミー、北欧賞を、フィンランド人の女性としては初めて受賞した。ありがとうございます。